違う。ありがとうございます。アイスリーパン女子プロレスラーの藤本司です。今日はですね、声が響くと思うんですけども、ここ理不尽総合体育館で撮影をしております。はい、私が理不尽観光大使に就任いたしましたので、このような素敵な場所で撮影します。今日はスッカの優しいプロレス講座パート3ということで、トーホールドとスリーパーホールド、この2つを皆さんにお伝えしたいと思います。どうぞ。はい、それでは早速トーホールドやってみたいと思います。今日もさっちゃんに協力していただきます。みんなさっちゃん覚えてね。はい、じゃあさっちゃん出てください。まずはトーホールド。寝ていたらチャンス。どちらでもいいです。右でも左足でもいいんですけども、じゃあまず左足を取ってみましょう。左足を取って自分の左足を外側に置きます。そのまま自分の足を90度に曲げて、相手の足の甲を押す。自分の背筋もしっかり伸ばす。そしたらここがちょうどグリグリされて痛いです。はい、これは逆足でもいいです。右足を取って自分の右足を外側に置く。90度。そして相手の足を曲げて甲を押す。さらに、はい、これがトーホールドございます。はい、それでは今私が詳しくトーホールドのかけ方を教えたので、さっちゃんは私にかけてみましょうか。はい、OK。覚えてますか？はい、では私の足を持ってください。さっちゃんの右足をここにこうつけて、背中から入れます。そう、そう。そして自分の足を90度に曲げる。左足を床につけます。90度。90度だった。違う。ここに膝をつけてください。はい、90度。この時ポイントは、今ちょっとすごくアンバランスで崩れそうなので、こっちの足をちょっと開いて自分の安定する位置まで開くと、すごくバランスが、はい、多分そうです。安定しました。はい、持ってくる。そして甲を下に押して自分の背筋を伸ばす。あ、そう、そう、痛いですか？痛い。さっちゃんやるじゃん。続いてはスリーパーホールド。まずはかけてみます。このやろう。はい、これがスリーパーホールドです。それではゆっくり方を教えてみたいと思います。自分の右手を相手の喉に絡ませます。そして左手の二の腕を掴む。その左手を後ろに持ってきて、後頭部をこのように手を添えます。そして左手は下に押す、右手は後ろに引く。これを同時に行います。いきますよ。ギュッとやると首が締まって泡を吹いてしまうので、皆さん気をつけてください。これがスリーパーホールドでございます。はい、続いてはスリーパーホールドをさっちゃんにかけてもらいたいと思います。ではさっちゃん、はい、右手を私の喉に絡めてください。そして左手を二
右の腕で持つ。こうだ。はい。で、この左手を私の後頭部に置いてください。はい。で、左手は前に押す。右手は後ろに引く。これを同時にやってください。かしっちゃいますよ。一瞬で。せーの。あ、そう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 。はいはいはい。締められる人は抵抗をするために自分の顎をこの腕の中に入れる。そしたら絶対に締まりません。もしくは手のここに入れとく。そうすると絶対喉には腕が当たらないので締められることはないです。抵抗の仕方も一応教えておきました。はい、フッカーですね。そう、抵抗する。そうそうそう。はい、以上でつっかの優しいプロレス講座パート3でした。こちらはですね、プロレスを楽しく見てもらいたいのでこのような講座をやっています。なので皆さんはふざけてかけたりとか危険なことはしないようにしてください。あくまでもプロレスを楽しんで見ていただけたらなと思います。ということで以上、つっかチャンネルでした。バイバーイ。